しながらやっていかないで、迷いながら。でも正しいのか正しくないのかは分かりません。ここまでしてやったことに何の意味があるのかって。正しくはありたいけど、正しくあることは、このゲームはもう基本的に本見てきてもいい、本見てきてもいい。なんだこれと思われてる。本見てきてもいい。僕は見返らだよ、あの教師は。舐めてんじゃねえよ、マーク。運営の推しなんだよ。ハロウィンはもう見返らにしとってのしてんだもん、ことでもう、それは。ハロウィンは見返らにしたんだよ。だってもう、ストーリー下手に入ってるし、うん、ハロウィンの話を。見返らはハロウィンの話を。してんだよ、ベルボンドとニコラス。あんたち何してんだよ。場所ねえし、ポジションが取れねえし、最悪なポジションで。無理だって。
ったな。何も考えないの。知ってる人って引退したらと思う。もういらない。落ち着けるし、僕じゃんもう。でももういいの。ちょっと待って、頑張ったんだろ。だから君に勝たなきゃいけない。貢献度20枚だろ。だから行って勝つ。この医者のことが俺が脱出できた。彼らを救わねばならない。ことがあるから、でも言うのは楽しい。だけにくくってるわけじゃないよ。前の試合の鬼のような脱出した姿を見て罰出すればいい。こんなプレーじゃねえんだって。不祥事で回してた人がいただろう。この人を治療せねばならぬだろう。何があってもここまで抜けることに何の意味がある。大事な8代目を負傷状態で回してた人がいて、だからそんな
家の県民が何やってんだろうと思ったわ。俺の治療入れろと思ったけど、まあいいじゃない、彼らからチームで。まあ、ただ最後まで見守ってるよ。責任だから。最後まで見守ってるよ。それが責任だから。よし、ああ、やっぱり。ヒロちゃん、よし、気持ちいい。それは全てじゃないから、その点。チームの脱出だから、優先事項。確定一生をかけることも優先事項。だから、僕じゃない人が抜ければいいんですよ、よく。うん、やっぱり、ヒロちゃん。あの、敵が来ると思って、